バーガー人はスリランカの民族。ユーラシアンとも呼ばれる根結のグループで16世紀から20世紀の植民地時代にスリランカに移住した男性入植者と現地人女性との子孫を指す。ポルトガル系、オランダ系、ドイツ系、イギリス系が多いが、わずかながらスウェーデン系やノルウェー系、フランス系にアイルランド系の人々も存在する。 バーガー人の法的な定義は1883年、イギリス領政論の判事総長である、リチャード・アトリーにより定められた。その定義では、バーガー人は、父親がスリランカ生まれで、かつ母方や父方の民族に関わらず、父方の祖先に、最低一人のヨーロッパ人が存在すること、とされた。こうした定義となったのは、 バーガー人の大半がヨーロッパ系の苗字を使用していたためである。県別のバーガー人のパーセンテージ1981年の国勢調査では、バーガー人の人口は39,374人で、総人口の約0.2%であった。バーガー人の割合が高いのは、当時首都であった西海岸のコロンボとその近郊のガンパ派で、 それぞれ0.72%と0.5%であった。同様に東海岸のトリンコマリーとバッティカロアにも大きなコミュニティが存在しており、その人口は2万人程度と推定されている。バーガー人の末裔は多くの地域、コミュニティへと拡散している。彼らはポルトガル由来のフェルナンデスやオランダ由来のミラーノやバンドートといった名字を使用している。ありがとうございます。